演説中のジョージ・ W ・ブッシュ・ブッシュ・イズム。ブッシュ・イズムとは、アメリカが衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュ、およびそれ以前にはその父ジョージ・ H ・ W ・ブッシュの、公の発言に現れた、独特の語、句、発音、マラプロピズム、意味論的言語学的誤り、失言を指す言葉である。ブッシュ・イズムにはもう一つ、両、ブッシュ大統領の政治哲学という意味もある。ブッシュ・イズムという語は、 都市伝説の一部になっていて、多数のウェブサイトや観光本の基礎となっている。二人の大統領のギガに使われることも多い。共通した特徴は、マラプロピズム、神語の創造、合音転換である。ブッシュイズムの本の協調者、モリー・アイビンスを含むコラムニストの何人かは、ブッシュはワシントン英語を話すのが困難で、強調しすぎる語によって、 自分の方言をカバーしようとしたのかもしれないとほのめかしている。また、ブッシュは大統領として使うべきと感じている語のいくつかに通じていないと指摘する意見もある。ブッシュの英語語用は、その内容を記録したスーダースの本を生み出した。その大多数を書いたのは、スレート紙編集長、ジェイコブ・ワイズバーグで、その最初の本が2002年に出したブッシュ・ザムズである。 ブッシュイズム関連の本は世界中で読まれ、ドイツ、フランス、イタリアではベストセラーになった。ブッシュイズムで完全に作られたメイク・ザ・パイ・ハイヤーと題された詩は、高校の英語教師ダーク・シュルツが生徒たちにファウンド・ポエトリーの例として編纂したものをリチャード・トンプソン名義で発表したものである。2009年にはプレーン・イングリッシュキャンペーンが 最も知り滅裂な言葉を決めるアンケートを実施し、ブッシュによる2005年の防衛予算法案についてのスピーチでの次の発言が1位に選ばれた。一方で、言語学者のマークリー・ベルマンは、すべての言葉を記録して悪意のある人々の前にさらせば、誰だっていくつもの間違いが見つかるし、言語学的な検証に対はしない、と擁護している。ブッシュの英語の 誤りのうちのいくつかは、規範主義英語からは非難されるものの、実際の英語書編集には、頻繁に見られたり、または、英語以外の言語で見られる現象である。ありがとうございます。